先日のクーニンズ戦、どちらに転ぶかわからない、いや正直やばいと思った展開でしたが、劇的なタイブレークの末ギリギリ試合を制したアッパレでしたが、試合中盤にこんなプレーがありました。セカンド後方のフライ、センター高見とライトライパチが交錯しピンチ拡大、あわや大惨事となるシーンでした。これについて何があったのか、どうして起きてしまったのか確認してみようと思います。お疲れ様です。お疲れ、どうした？何があったんですか、この間の試合の あのプレー、あのパチとのやつ。そう、あれはあれですよ、ライパチがたくついてきたわけです。ちょうどね、ライトとセンターのこう間ぐらいにこうフライが来て、はい、で俺はオッケーって言ったの。オッケーって言ってパチ見たらオッケーって言ってなかったから、はい、あ、これ俺が取りに行くもんだって。なるほど。でバーって言ったらすごい勢いで走ってきてるわけ。はい、あ、これは危ないと、これは危ない、ぶつかると思って、はい、止まったらああいう結果になった。なるほど、うん、止まってしまった、うん。カイパチさん、この間の空人戦のあのプレー何が起きたんですか？上がった瞬間、まあ、俺いけるなと思って、はい、オッケーって声出して、はい、まあ、タカミ何も言ってなかったから、はい、で俺がガーッと走ったらなんか、はい、こう見た瞬間にタカミがなんか、はい、来てて、俺止まんないのよ、その時点で、はい、ほんでもうなんかおーみたいになって、はい、ああ交錯した。なるほど。あれタカミが悪い。タカミさんが悪い。俺もうオッケー言ったもん。なるほど。そう、オッケーって言って、オッケーって声出して、はい、オッケーって声出して、はい、はい、喧嘩両成敗ってことでいいですか？どういうこと？オッケー言ったよ俺。いや俺もオッケーって。え？俺がオッケーって言ったの。いや俺が言ったの。言ってないっしょ。いや言ったから。ダチョウ倶楽部みたいな感じなんですけど。大丈夫ですか？まあショートでしたね、うん、私その時、うん、そから言うと同時です。同時 OK？ 同時 OK です、お互い。なるほど。K っていう。KK とかじゃなくて K っていうダブルで自分の声に活気したっていう。そうそうそう、お互い。どういうこと？そう、どちらも取りに行ける打球だったこともあり、同時に OK の声を出したため、さらに強い風が吹く中声がかき消され、2人が同時に取りに行くことになってしまったようです。お互いに相手の声が聞こえないために任されたと思ってしまいました。で、ここで反省すべき点は2点。 JR 東日本みたいにもう一回声出してれば、そうですね、よしよしだったらもしかしたら。取る人がよしって声出す、ちゃんとした優先順位の中で声を出す人が決まってたりとかするから、しっかり、はい、声は1回じゃなくて2回以上ダメの声です。まさにこの1回ではなく2回3回と取る人がしっかり意思を示す必要がありました。去年までと比べたら、そもそもあそこまでパシさんが取りに来たっていうことがそうそうそう、まあ、ダイエットの効果もあったのか、変に意識高まりすぎて、はい、やってしまったっていう、まあ、難しいとこですね、すげえ間で、ま、多分ね、両方取れたんだよね。そうですね、そう、どっちも取れたんだよ。そうなんですよね、難しいのがこう緩みながら追いつくボールじゃなくて、多分どっちにしろセンターにしてライチにしろマックス速度で入っていかないと多分追いつかなかったんですよね、お互い。だからこうギリギリまでこうお互い行って、なんか最後カブトムシの交尾みたいになって重なり合って終わるっていう。あれマジで何してんだって俺思ったから。いやいや、いや、手を思ったけど。すいません、あの多分周りが一番思ってます。同時にかかった時はもうセンター優先。そうですね。しっかりかぶせる。2回以上声出していくという、まあ、周りもですね、他の野手も、ね、周りも言ってあげる、まあ、ちょっと絶妙すぎてあの時多分周りの野手どっちが行くんだ、どっちが追いつくんだっていう方で多分見ちゃってたんですよね。そうね、ほんとど真ん中だった。実はあの時に、はい、もう一つ事件が起きてまして、
ごちゃごちゃしたじゃん、俺はこう。あ、しましたね。その時に、なんか、変な感触がしたんだよ。どこに？ここ。ここ。そこにね、あ、嫌な感触ですね。あ、そこに指踏んだと思って、はい、まあ、その後、急いでボルトに行って、行ったんだけど。そうなんです。交錯した際に衝突はなんと免れたのですが、実は思い切りこの時タガミの指を踏んでしまったんです。この後タガミがずっと起き上がらなかったのは衝突よりもその踏まれた指の怪我の確認だったのです。僕は乗られた瞬間にもう人生終わったと思います。ちぎれたと、あ、指切断だと思ってだけど見たら切れてもなかったの。で、あれって思って、はいはいはい、乗られた瞬間は確実にもう金具が刺さって終わったと、もう切断されたと思って、俺エラーしたことよりも何よりも、はい、その高めに指を切ってしまったっていうその罪悪感がすごくて指見れなかったもんね高めに指が切れなかった原因として、おお、理由、なるほど、俺ポイントスパイク入ってる、マジでポイントスパイクの安全性を俺はそこで確認した踏んでんだけど、確かに踏んでんだけど痛いんだけど、まあ、とはいえね、まあ、さっきも言ったけど大事故大事故にもなりかねないことだったので、ね、はい、本当再確認だね、ルール、うん、自分たちのチームルール確認をして、きっと声かけをして取りに行く、はい、そうですね、ポイントスパイク入っていこう、ポイントスパイク入っていこう、ポイントスパイク入っていこう、推奨ポイントスパイク推奨していくんです、ね、推奨派としてやっぱり世界におすすめです。はい、ちなみに高見は現役時代にも同じようにライト伊藤隼太に突っ込まれて救急搬送されたことがあり、ライトのでかい選手に突っ込まれるという、そういう星のもとに生まれてるんでしょうか。最近は衝突回避という理由でもなく、チーム状況的にライパチはレフトを守るようになっておりまして、まあ、どのポジションでも中間フライの連携は同じというわけで、しっかり反省を生かしております。時にはこんな風に完璧に捉えられた打球に対して意味ない捕球フェイントをかわすも、しっかりとそれを見越していた高見がスーパーカバー、引き続きチームを助けられるように外野の守備力を高めていきたいと思います。ついに発売されましたファミスタ2020、そこに我々アッパレも登場しております。能力がめっちゃ高めでまさかのプロと戦える設定、ゲームの中ならホームランが打てるぜ。試合が雨で中止の時はぜひファミスター。